だやんのか。ああ。何やってんだ、ターボ。羽村の頭。離せ、おら。ターボーがチンピラ相手に喧嘩売るわけねえもんな。となるとお前ら誰に手出したか分かってんのか。いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか。いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。すいませんでした。12月3日夜9時過ぎ、神室町のクラブアムール前、松金組若頭羽村恭平と恭霊会の久米村瀬の間で口論が発生。羽村は古文を使ってアムールに久米を拉致。その際、村瀬は久米を残して逃走している。羽村はアムールで1時間にわたって久米を監禁、手下たちに暴行を加えさせた。夜10時、羽村は自分と久米を残して全員を店から返した。ここまではアムール店長の証言と防犯カメラの映像とで裏が取れている。この後検察が言うには、羽村は二人きりになった後、久米にさらなる暴行を加え続けた。そして午前2時から3時ごろ、ついに久米の眼球に鋭利な刃物を突き刺して殺害。遺体から眼球を抜き取った上、死体はアムール近くのゴミ捨て場に遺棄した。警察の取り調べに対し、羽村は午前0時に久米とアムールを出た後サウナにいたとアリバイを主張。しかしそれを裏付ける証言や証拠はなく、検察は信憑性に欠けるとしている。久米の死体発見は4日午前6時過ぎ。羽村は事件から1週間後に逮捕された。必要なことは全て写っていました。これは事件当夜、酩酊状態にあった被告人が通行人に暴行する様子です。この直後、暴行された通行人は被告人がサウナへ入っていく姿を目撃しています。以降、始発まで店を出たサウナ客はおらず、つまり被告人は朝まで同店内に留まっていました。このことから弁護側は被告人のアリバイが成立したと考え、無罪を主張いたします。ところで検事にお伺いします。検察は起訴前にこの映像をご存じなかったんでしょうか。警察でサウナ周辺の防犯映像を調べたところ、被告人の姿を確認できるものはなかったと、そのように聞いていました。では検事ご自身でサウナ周辺を確認しにも行かれなかった。ええ、私は確認していません。何にせよ、実際今弁護側が提示された映像はあまりに不鮮明です。被告人の姿を確認できたとの弁護側主張には同意できません。わかりました。では続いて弁護側証人を尋問いたします。
先ほどの映像の中で暴行を受けていた人物、あれはあなただということでしたね。間違いありませんか？はい、そうです。ではそのあなたを暴行した人物ですが、この法廷にいますね。証人、どうしました？僕の勘違いでした。殴られているのは間違いなく僕です。でも殴っているのか誰かは分かりません。裁判長、すいません、一時休廷をお願いします。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただしその協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にも面つってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。どうぞ。羽村の。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが。どういうことですか。お前こそなんでこの店なんだ。え？なんてな。奨励会の事件を嗅ぎ回ってるって。もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ。そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。あ、なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。
今そこに控えてんのも4人だ。ふん、言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。カナエちゃんならさっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。へえ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。おやさんか。おう、どうした。なんか調子悪いのか。おやさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。情けねえ野郎だ。親父に泣きつくとはな。ふざけた真似しやがる。俺はただ頭とこじれた件おやすさんに報告した方がいいと思ったんです。いらねえよ。お前がおとなしくしてりゃいいだけの話だ。それとも俺の言葉が足んなかったか。いえ、今のでやっと分かりました。じゃあこれで手打ちですね。まだ話は終わってねえぞ。どうせ口で言っても聞かねえんだろ、ターボ。ガキの頃からそうだったもんな。お前は周りにいくら笑われようがよ、夜間通い上げてとうとう司法試験まで通っちまった。どうせ今も腹ん中じゃ手引かねえ気なんだろう。元弁護士だろうが所詮はゴロつき上がりだ。やっぱ無知でしつけねえとな。尾崎。なんてな。
てめえ何やってんだ俺。一遍死ぬか。ああ、もう構わねえ、ぶっ殺せ。ふざけやがって。お前ら順番守れよ。はあ、次は俺の番だろ。狙え、剣豪。心臓だ。はい。撃つなら自分で撃てよ。いや、やっぱり目撃つか。両目撃ち抜け。男になれや、剣豪。逃げるよ、ついてきて。何やってんだ、捕まえろ。あっちだ、逃げろ。ヤクザの金庫が強盗に襲われる、そんなまさかがあるなんて普通は考えない。その日事務所の当番だった海藤さんもそうだ。取られた組の金は1億。さすがの海藤さんもいきなり銃を突きつけられちゃどうしようもなかった。てめえら何やってんだ。責任者にけじめつけさせてるとこです、親父。指で済む話じゃねえだろ。それで俺の金が戻んのか。いえ、ですがけじめですんで、やらねえことには示しがつきません。じゃあその指一本で1億ですか。逃亡。なんだお前は。俺と一緒だったんでな。何やってんだよお前。1億の小指だろ。落とす前によーく見とこうと思って。うるせえ。笑えるだろターボは。でも頭、取られたのは1億ですよ。それが指一本で済むんですか。こいつはとりあえずのけじめだ。とりあえず。じゃあまだ他にも何か。当然よ、海藤は。今日限り破門だ。そんな、海藤の兄貴が。親父、俺は泣き入れて済む額じゃねえ。親父もお分かりですよね、こうするほかねえって。この件はもう本家の耳にも入ってますんで。本家に。随分手回しがいいな。ありがとうございます。ふーん、じゃあ海藤さんは本当に。仕方ねえ、破門だ。今この時、この瞬間から。そうだ。なら指詰めんのはなしだ、海藤さん。あ、何勝手なこと言ってんだてめえ。指詰めんのは極道のけじめのつけ方でしょ。でももう海藤さん仇ですから。部外者は引っ込んでろ。組長が海藤さんを仇だとそう言ってんですよ、頭。
タボ、いらねえことすんな。海藤さん、こいつは男のけじめだ。俺はもうとっくに腹くくってんだよ。よせ海藤、もうてめえは子分でもなんでもねえ。俺は片木の小指なんざ受け取る気はねえぞ。お、親父。誰だ、出てこい。羽村の頭か、頭ですか。俺です、東です。東、なんでてめえがここにいる。一人か。 あのそこのホームレス赤花って言って、そいつが事務所の1億を。恨むならあのバカを恨めよ。なんだ。頭、そいつはまずいんじゃ。お前、なんで奴が犯人だと分かった。それは。俺は全てありのまま話した。事務所が襲われた時、俺もその場に居合わせてたこと、綾部から札の情報を買って赤花にたどり着いたこと、言葉が途切れたらそこで撃たれるって、そう思って必死に喋りまくった。なるほど。で、海藤の汚名を晴らしてやる気だったか。あの野郎もいい射程持ったな。殺さないで、お願いします。勘弁してください。頭、本当にやるんで。そうだな、死にたくなきゃ俺に忠誠を誓え。そいつを形にしてみせろ。でもどうすれば。こうすんだよ。お前がここに来なけりゃこいつは死なずに済んだ。それどころか1000万手にしてたんだよ。かわいそうにな。お前がこいつを殺したんだ。お前、女みてえな声出すんだな。興奮するじゃねえか。これでお前も本物のヤクザになったな。なあ東よ、お前なんで仕事手抜いてんのかな。いえ、自分はそんな。ならなんでまだターボがうろちょろしてんだよ。てめえがなってねえから舐められてんだろうが。
へい。やっぱあの頭がいるとよ、事務所が窮屈でいけねえぜ。うん。ずっとうだうだ機嫌悪いし。死ねしろ。次だ次。カイトさん、駒が揃いました。よし来い来いよ。勝負。よし来た来た。ミゾロの超やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。まだどけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。さあ行け。行くぞターボ。もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。組の金庫から盗まれた1億な。ありゃあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた。奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを抗争絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドテック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってんだろうが。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくターボーの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしてる黒幕は軌道だな。
んで返事しねえんだ。話す気がねえなら一気の根止めてやろうか。カイトさん。軌道じゃないのか。新谷は創薬センターに電話をした時、木戸じゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手はショーノだ。ハシキも殺される直前までショーノから情報を聞き出そうとしてた。黒幕はショーノか。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。くそ、誰か火つけたな。頭、カイトさん。手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。もう諦めろよ。ほら、捕まえた。お前、羽村の手下だな。あいつはどこにいる？てめえはもう終わりだ、八神。なんだと？あれ？この間とは形勢逆転だな。カイト、ハムラ、東、おやっさん、手引くチャンスは何度もくれてやった。それを突っぱねてここまで来たんだ。覚悟はできてんだよな。お前らはやりすぎた、羽村。これでやっとすっきりするわ。ちょっと待ってくれ。もう面倒なのやめましょうよ、親父。こっちだってできるだけあんたの顔は立ててきたんだ。頼む。あんたはこいつらの親代わりかもしれねえが、その前に松金組の親分でしょう。もう他に道はねえってことぐらい。いい加減にしろこの野郎。親父に銃なんか向けんじゃねえ。よせカイト。誰に向かって口出た。カイト、カイトさん。
カイトーさん！ダメだよ！今は僕についてきて！くそ！待ってくれ！止まれ！ハムラ、まだこんなとこにいたんだな。逃げそびれたか、この野郎。怪盗さん話せ。へっ、てめえが指図できる立場か。怪盗さん。おい、呼んでるぞ。てめえ、さあ、まあ見ろ。今度こそ蹴りつけられそうだな。かな。少しだけ待っててくれ。少しだけだぞ。やってやるよ。てめえはナポリ殺しだ！教令会のヤクザをさらえだと？殺すんじゃなくか？その通りです。報酬は一人につき1億。冗談だろ。この間の殺しが1000万、それがなんでさらうだけで1億なんだ。それなんですが、実はこの先何人さらう必要があるのか、まだ我々にもわからないんですよ。一人で済むのか、それとも10人でも足りないのか。10人。つまりこれは長期的なパートナー契約になります。お互いに腹を割った上で固く口を閉じる必要がある。1億という額にはその含みがあるというわけで。教令会をさらってそいつらをどうする気だ。彼らはおそらく死ぬことになります。ついでと言ってはなんですが、その死体の始末もこの1億でお願いできますか。それとも別料金に。もったいぶった言い方してんじゃねえぞ。何者だてめえは。ヤクザ一人殺すだけで1億だと。あなた方は殺さなくていいんですよ。さらってきてほしいと言ってるんです。あとは死体の始末だけです。話が見えねえっつってんだ。ヤクザ舐めてるのかてめえは。私は末端の人間に過ぎません。ですが私の組織は億単位、いやそれ以上の金を右から左にたやすく動かすことができます。もしあなたが私を殺し組織を脅かす存在とみなされれば、あなたを消すために同じくらいの金が投じられる。なんだと。そうなった時あなたは何日生き延びられるでしょう。少しは頭をお使いなさい。もう逃げられないんですよ。私とこうして会った時点であなたは我々と手を握る以外の道はないんですよ。銃は下ろした方が賢明ですね。羽村の頭。本当にそこまでの組織なのか。お前らは一体。
我々自体は決して暴力的な組織じゃありませんが、金だけは湯水のように使えます。誰だあんたは。石松の上司で一ノ瀬と申します。今ここに私が顔を出したのは、あなたを信頼しようと腹を決めたからです。そしてこちらも命がけでことに当たっていると理解していただくためでもある。私は庄野と言います。アドデック9という新薬の開発をしていて、それはこの国の未来、いや世界の未来に必要な新薬の開発。我々はすぐにでもそのアドデック9という夢の薬を完成させなければなりません。羽村さん、そのためにぜひあなた方の力をお借りしたい。結局綾部にはまともなアリバイもねえ。誰かに襲われて記憶がないって、そんな説明誰が信じる。まあな。でもモグラを捕まえてあんたが今の証言をすれば、なんだどうした。なんか焦げ臭いな。何松金組が俺を助けに来た。モグラも一緒かもな。おやさん、ここを出るぞ。立て羽村。今すぐ俺を解放した方がいいですよ、親父。松金組は俺が引き上げさせますから。そうすりゃあんたらも助かる望みが。黙れ。厚労省がどうのって話が確かなら、お前も使い捨ての駒でしかねえぞ。連中にしてみりゃいくらでも替えが利くんだからな。そんなわけありませんよ。バカだねお前は。え、行こう。松金組や、下で火つけとるぞ。上等やろ。頭。おう村瀬、敵は何人や。頭。やってくれるやないか。おい、うちの組はいつからこんな武闘派になったんだ。
なんだてめえは！なんで俺をかばうような真似。お前の話を聞いてて分かったんだよ。悪いのは俺だ。何が。俺が不甲斐ねえばっかりによ。お前は国守るために危ねえ橋を。俺だってそりゃうすうす分かってた。だが知らんふりしてずっとお前の稼ぎを当てにしてた。今さら文句言えた義理はねえよな。つらかったろう。本当にすまん。お親父、そんな。だからよ、これがせめてもの俺のけじめだ。親父にそんな責任なんか。それが親ってもんだ。親父。親父さん。ダボ。もう俺はダメだ。早く逃げろ。何言ってんだ。行くぞ。カムロ署の黒岩だ。モグラの正体、黒岩がモグラだ。何？誰だ。お前、羽村の頭。なんでここに。寂しいもんだったな。え？親父の葬式だよ。本家のだだっ広い会場じゃ少ねえ弔問客が余計少なく見えた。俺も証拠ぐらい出たかったがよ、下手に見つかりゃ黒岩に消されちまう。なら今はなんでここに。
ショーノの秘密ラボを突き止めたな、ターボ。あそこは俺も知らされてなかった場所だ。お前を見くびってたよ。でも結局一ノ瀬たちに締め出されちまった。諦めが悪いのがお前の心情じゃなかったのか。お前に預けたいもんがある。何？俺のけじめだよ。けじめ？そいつは俺が持ってても何の意味もねえ。でも今のお前には必要かもな。そいつをお前に預ける。てめえでつけなきゃなんねえけじめを俺は親父に背負わせちまった。あの人は何にも悪くねえのによ。ここで俺が何もしなきゃあの世から親父が化けて出てくる。羽村、お前なら連中に勝てるかもしれねえ。親父の敵撃ってくれ。中にちょっとしたデータが入ってる。俺と一ノ瀬をつなぐ唯一の証拠だ。